まずいことになったぞ、ヒカル君。転送装置を修理しようとしたとき、隙をつかれてスペクターにまんまと逃げられてしまったようじゃ。世界中に残っているピポサルたちを使って、また何かを企んでいるはずよ。僕のことを呼んだかな、スペクター。あのままおとなしく捕まっているとでも思ったのかい、ヒカル。君にはとんだ恥をかかされてしまったからね。その借りは必ず返させてもらうよ。じゃあバイバイ。いかん、まだピポサルが残っている場所があるじゃろう。残らず全部捕まえてきてくれ。早く捕まえないと今までの苦労が水の泡じゃ。あともう一踏ん張りじゃから頑張ってくれ。カル君、ようやっとスペクターの居場所を突き止めたぞ。月の裏にある秘密基地に潜んでいるようね。ワープ装置で行けるようにしておいたわ。早速向かってちょうだい。くれぐれも気をつけるんじゃぞ。ちゃんと無事に帰ってきなさいよ。怪我なんかしたら承知しないんだから。うん、任せてよ。待ってろ、スペクター。よーし、行くぞ。サルゲッチ2、それでは続きからやっていきましょうね。さっきも見ての通り、残ったピポサルを全部捕まえてきました。それはまあね、裏でやりましたのでお見せはしませんけども。で、前回が対決スペクターだったのが、次は決戦スペクターですね。いよいよスペクターとの最終決戦やっていきましょうか。スペクターを捕まえろ。オッケー、やっていこう。ピポッチも一緒なんだね。ピポー、見つけたぞ、スペクター。ピポー、やあ、いい加減諦めなよ。ピポサルたちだってみんな捕まえちゃったんだ。一人じゃ何にもできないだろ。ふおかしい。一人じゃ何もできない。それは人間が弱いからじゃないのか。そうだよ、人はみんな支え合って生きてるんだ。一人ぼっちで生きてくなんて無理だよ。それは猿だって同じだろ。お前らのような人間なんかと一緒にするな。俺は違う。たとえ一匹になろうとも、地球を俺のものにするまでは絶対に諦めないぞ。スペクターのバカ、もっと素直になれよ。ピポ。お前が俺に勝てたら素直になってやってもいいけどな。本当だな、約束だぞ。よし、行くぞ。約束だぞっていうとこがすごいよね。これは何なんだろう。いって、お前かん、いいよ、怖っ。ちょっと待って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 、ちょっと待って、これどうする、これ何しとく、何しとく。バリア、無理か、効かないか。どうすればいいんだ。真ん中に行った時にあれを押すのか。危な、危な、今だ。はい、おら、おら、おら、どうだ、画面してやろうか。おら、おら、こっちはビスケットが2個なんだ。勘弁してくれ、勘弁してくれ、やめて、やめてくれ。
やめてくれ、やめてくれ。いって、うっそだ。これどうやって避ければいいんだ。あ、ありがとう。ピポッチ。あ、オラよ。オラ、オラ、オラ、オラ。早い早い早い。アークス当たんなかった。ちょっと待って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 。これどうやって勝てばいいんだよ。難しくない？急に。ここ。ちょ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 、よしよし。今今今。よし。これで一発ずつやってた方がいいかな。こっちの方が威力はあると思うんだけど、ボス戦に威力とか関係あるのかもわかんないし。これどうやって受けたらいいんだろう。ほっ、あ、違う違う違う。いった。あれで一応避けれはするんだけど、これどうしたらいいんだ。早い、ちょっと待って、早っ、ちょっと待って、無理だろこれ。いった、お前。ちょ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 、待って待って待って。ちょっと待って。あ、あ、あ、ビスケット、ビスケット、ビスケット中毒みたいな。これどうやって避けたらいいんだよ。いった、これどうやって避けたらいいんだ本当に。これちょっと待って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 、それ無理だって。だからナイスプロウォッチ。ここぐらいくれ、一気に勝てねえって。どうやって勝てばいいんだよ。ヒントをくれ、ヒントを。ちょっと待って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 、変えてるとこだったのに。だからさ、これどうやって防げばいいの。よし、やるな。この辺かな。あ、くそ、外した。ジャンプ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 。よし、オッケー、いいよ。あ、くそ、ジャンプ、あ、ジャンプジャンプジャンプ、落ちろ。おら、あ、どこ行った。痛い痛い痛い、ちょっと待って、よしよしよし、オッケー。この辺でか、この辺か、もうちょっと上か。よし、あ、あー、くそ、あー、ちょっと早かった。よし、はい、こっちの方が強いのかな、ダメージ量は。まあこれ使ってみるか。あ、違う違う違う、よし、よし、よ、あー、よし、あー、ちょっと待って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 、あー、くそ、よし、
やべ、忘れてた。よし。よし、当たった。よし。爆発の衝撃でちょっとあれなんだろう、余裕が生まれるんだろう。満身創痍だぞこっちは。君はどうだ、戦う？もうこっちダメなんだけど。もう負けるよ。これはもうダメだ、勝てない、君には勝てない。勝てる見込みがないんだもんな。ビスケット、ビスケットをめぐ、ん？違う、一気アップか。一気アップは今いらないな。もう死ぬこと前提で戦えって言われてる、もしかして。ビスケットじゃない、これはしゃがむ。早めにしゃがむとなんか当たる気がするんだよ。よいしょ。爆発か、ビスケット。よーし、危ない。しゃがむがスティック押し込みだからな、慣れないんだよね。慣れないんだよね。あ、それやばい、やばい、危ない危ない。ん？ない、なしか。お、来た来た来た。ちょっと待って、よし、倒した、倒した、倒した、やっ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 た、めっちゃ時間かかったよこれ。普通に1ステージクリアするぐらいの時間かかったよ。あれ、ちょっと待って、めっちゃなまったね。久しぶりじゃの。ヒカル、今日戻ってくるんでしょ？うん。そういえばそろそろかの。スペクター残りないわね。僕だけじゃなくてヒカルにもやられちゃうなんてね。ん？何の音じゃろう？はて。ああ、またわしの研究所が。博士も苦労が尽きないね。おいおい、どうしてわしの研究所は壊れてばっかしなんじゃい。次回どうだっけ、次回も壊れるのかな。ごめんなさい、これは一度見たので飛ばさせていただきます。いやでも楽しかったね。あのスペクターというか、何、決戦スペクターの方で一気に難易度が跳ね上がってるからさ。ちょっとびっくりしたよ。でまあ一応これでそのサルゲッチュ自体はん L 版で初めからで、まあまあね、画像映ってますけど彼が使えるんですね。それはまあ一応ね、やらないでおこうと思っておきます、思っておきます、思います。でですね、このサルゲッチ2、まあサルゲッチ1にもあった機能が一つありまして、ちょっとそれもね、ここやっとこうかなと。秘密のゲームが遊べるところよ。秘密ゲームをゲットすれば遊べるようになるわ。はい。でダンスでポン、フットサル、フッキークライマーとあるんですけど、あの私がもうこのサルゲッチ2をプレイした当時ですね、かなりやったそのフットサルだけちょっとやろうと思います。ダンスでボンとウッキークライマーはぜひね、これめちゃくちゃ難しいんですけど、ウッキークライマー大人がやっても難しいレベルのミニゲームなんですけど、まあ、ぜひであのやってみてください。フットサルやりましょう。これね、なかなか面白いゲームで、普通にサッカーとかフットサルかなって思う。どっちサッカーって書いてますよね、その名の通りなんですよね。5対5のミニサッカー、ボールをぶつけてやっつけられる。
ここなんですよね、どっちの意味合いが。キーパーはコンピューターが自動操作、楽ちん。左スティックで走る、右スティックでキック。 L1 を押しながらキックでハイボール、 R1 を押しながら走るとダッシュ。もうちょっと上級、丸×三角四角ボタンのお手軽パス。まあこういうのいろいろありますよって感じですね。やってみましょうか。でこれの面白いところがですね、こちらの選手を入れ替えられるんですよね。じゃあちょっとストライカー、ちょっとね、この今までなんだろう、自分が捕まえた選手の中でどういう選手かみたいな、どういう選手かじゃないな、なんかなんて言うんでしょうね、まあ300匹弱いるんですけど、300匹かな、290何匹とかそんななんですけど、その中からなんか好きな選手を選んで使っていくみたいな。でですね、私がおすすめというかめちゃくちゃ使っていたのがどこにいるんだろう。はい、ちょっと一応組んでみましたけど、ちょっと昔使ってたゴエモンがねどこにいるかちょっと分からなくて、数多いのでちょっともうめんどくさくなって宇宙でまとめました。なんか猿0102を、まあ、前衛に置いて、まあ、オビモン、ダースモンダー、サルークっていうね宇宙系統でちょっとまとめてみました。これでまあやっていきましょうか。一戦だけねやってみます。はい、武器持ってんぞおい。おい待て、おい待て、おら待て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 、出し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 、あやばいやばい、これね、もっとね潰すゲームなんですけどね、ちょっと潰せないですね。ちょちょちょ待って待って、よしよし、サッカーゲームが下手なのがバレる。これちょっと待って、やばい、待って待って待って、いって、あこいつ仲間にこうやって、あれやっぱあれだな、俺が使ってたやつがね、まあ、本当に強くてそれを使わないと力が足りないですね。まあこういうのをやるだけっていう感じで、はい、それだけです。ちょっとね泥試合になりそうなんでやめときましょうか。はい、ということでサルゲッチ2これにて、まあねスペクターも捕まえられましたし、めでたしめでたしということで、この辺で終わりたいと思います。またね少し時間を置いてかすぐか分かりませんけど、サルゲッチ3の方もやっていきたいと思いますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきましてありがとうございました。また別の機会にお会いできればなと思います。